アフリカで信頼できる人見つけんの大変。新商品開発に完全密着。ポップアップまであと26日。サンプルが出来上がり、必要な素材もゲット。制作を始まる前にカッタ布を水通しして布検品。生地の中には水通しをすると色落ちしてしまう布や、もともと不備がある布が紛れていたりするので、水通しをした上で布に傷や汚れ、穴、色落ちがないかを目で見て、手で触って全て確認していきます。お次はアフリカ布に合うボディの色味を選んで、布の柄の出方を決めていきます。どの柄の出方が一番可愛くなるかを話し合い、マスキングテープで印をつけていきます。デザイン、使う素材、サイズ展開と制作枚数が決まったら、制作を依頼するドミニクの工場へ行こう。ドミニクは最近どんどんオーダーが増えてるみたいで、とっても忙しそう。ビジネスが大きくなって、たくさんの人を雇えるようになると、自分の家族が増えていくみたいで、とても楽しいんだ。それが僕のやりがいっていうほど、従業員のことを家族のように大切にしているのが印象的。異国の地でのものづくりは、信頼できる作り手を探すのはめっちゃくちゃ大変で、ドミニクみたいな紳士で誠実な作り手に出会えたことは、私たちにとってとっても大きな財産です。ドミニクとオーダー内容をすり合わせ、アフリカ布の柄の出方やボディ素材の色味との組み合わせは特に勘違いが起きやすいので、マスキングテープで印をつけて口頭で説明して、メッセージアプリで再度伝達。今回は種類も制作数も多いので混乱を招く可能性大。ちなみに制作を依頼している間はこまめに WhatsApp でコミュニケーションを取りながら進捗確認をするんだけど、いきなりドミニクから寿司食べてる写真を送られてきたんだけど、箸も使いこなしてるらしい。てかこんな写真送ってくれるのお茶目すぎない？果たして無事に T シャツは出来上がるのか。次回はアフリカでの服作りがやばすぎ